にちは、ゲーミングお母さんジョミです。今日はですね、鬼滅の刃刀鍛冶の里編第5話格闘について皆さんと一緒にお話ししていきたいと思っております。いやー、今回も情報が多すぎて何から話したらいいのかと思ってるんですけれども、すごかったですね。もう毎回言ってますけれども本当にすごかったです。先週お話がポンと飛んだので、一体どんな風な話の組み立てになるんだろうと思ってたんですけれども、素晴らしい構成で展開されていましたね。第4話のみつりちゃんの頑張るぞのところで終わったワクワク感、1週間引きずったまま第5話に突入したんですが、あ、飛んだところどうするんだろうと思ってたんですけれども、本当に自然な形で盛り込んでくださって、さすがだなと思いました。超ワクワクドキドキの展開になってましたよね。そしていよいよみつりちゃんの登場で、みつりちゃんが敵をバッタバッタと倒していくんですけれども、さすがの戦い方でしたよね。無一郎くんがまず金魚の首を切って、あ、首じゃなかったんだ、じゃあこっちかなって壺を切ったんですけれども、みつりちゃんは最初から壺を狙っていて、勘がいいんでしょうね。バッタバッタと倒していくみつりちゃん、めちゃくちゃかっこよかったですよね。もう本当に頼もしいと思いましたし、好きと思いながら見てました。さすがパーフェクトヴィーナス、もう本当に最高の戦いでした。里の人がおさを頼みますって言って、金魚がドサッと鳴るところね、いやー、アニメならではのスピード感と間の取り方、ほんまにかっこよかったですよね。最高って思いながら見てました。てっちん様を助けるシーンもほんまに最高でしたよね。もうずっとずっと見たかった初恋の罠なき、ついに出ました。かっこよかったですよね。もう今ちょっと思い出して涙目になってしまいましたが、この日をどんだけ私が待ちわびたことか。いやー、最高でした。なんか赤いふわふわふわっとしたものが浮いてたのもすっごい良かったですね。もう恋の呼吸っていう感じで感動しました。初恋の罠なき、原作ではビシ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 みたいな感じで、いろんなところを切ってるみたいな表現をされてたんですけれども、アニメでも同じようにビシ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 となっていまして、あの決め台詞ですよね。このポスターにもなっていたこの決め台詞、私いたずらに人を傷つけるやつにはキュンとしないの、いただきました。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこよかったですよね。初恋の罠なき、バチ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 、私いたずらに人を傷つけるやつにはキュンとしないの、ビュッドサッとね、あの間ですよね。あの間ドサッ、めちゃくちゃかっこよくなかったですか。キュンとしないのドサッ、もうこの後もう一回見ようと思うぐらい、ほんまめっちゃめちゃかっこよかったですね。決まりましたっていうのはあのことですよね。はい、カットと私も監督さんになったような気持ちで見ていました。はい、いただきました、ありがとうございますと、もう拳を握りしめておりました。いやー、もうほんまにかっこよかったですね。みつりちゃん最高でした。いやー、さすが私のパーフェクトヴィーナス、まあ素晴らしかった、もう最高。でもみつりちゃんのことでももう1時間ぐらい喋っちゃいたいぐらいなんですけれども、むいくんもかっこよかったですよね。ぎょっこが作品をみんなに見せているとき、あえて作品っていう言葉でもまとめさせていただきますが、その時に原作だとこてつくんと金森さんだけでむいくんの表情映ってなかったんですけれども、アニメだとむいくんが真ん中でこてつくんと金森さんと3人でその作品を見てうわーってなっているシーンが描かれていたんですけれども、その時のむいくんの表情がなんか本当に怒ってるっていう感じの表情をしてまして、ちょっとキリッとした感じで怒ってるみたいな感じの表情になったんですよね。それが怒りが伝わってきて、むいくんの怒りが、言葉少ないじゃないですか、むいちろうくんって。だいたいいつも霞がかかっているというかぼーっとしている表情が多いんですけれども、その中でも時折見せてくれる少しずつ記憶を取り戻している時のあっていう表情だとか、その表情がなんか嬉しくて、あ、こんなむいくんが見れた、あんなむいくんが見れたっていう感じで、毎回毎回ちょっとの表情でも感動してしまう私がいるんですけれども、今回も本当にいろんな表情を見せてくれました。水獄鉢で水の中に囚われたむいくんも
もうピンチなんですけれども、美しくてうわすごいなと思っていたら、やはりグッズになってましたよね。あのアクリルスタンドでしたでしょうか。ちょっとね辛いシーンなんですけれども、グッズになるのもねわかるなと思います。すやこさんが今回おしゃべりされているシーンがあったじゃないですか。すやこさんってあんな綺麗な青色の瞳をされていたんですね。もう私それに感動して吸い込まれるように見ておりました。そして声優さんは福縁美里さんだということで、またまたプリキュア声優さん、すごいですね。今後追加される女性キャラクターはみんなプリキュア声優さんになるの？プリキュアオールスターズ本当に大集合ってやつですよね。春休みの映画かっていうぐらい大集合してるんですけれども、里に今度の映画の舞台は刀鍛冶の里だよみたいな感じで大集合してますよね。今後品津川さんの妹ちゃんとかも出てくると思うんですけれども、またまたプリキュアかなと期待しております。もう私はこれが一番言いたかった、バッケツ島のシーン素晴らしかったですね。いやー、みつりちゃんとむいくんのところも本当にもうやばかったですけれども、まあ今回は何と言ってもバッケツ島のところに皆さん持っていかれてしまったのではないでしょうか。あの作画の美しさ素晴らしかったですよね。あれだけのことをやっていらっしゃったんだから時間かかりますよねと思いました。本当に感動です。あの日雲の竜かぶり舞のところすごかったですよね。うね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 って色もすごかったし、うわこれ皆さんは今どんな気持ちで見てるんだろうと思いながら見ていました。そしてですよね、皆さんがどんな気持ちで見てるんだろうといえばあのシーンですよね。命をつないでくれるのシーン、あーちょっと思い出すだけでちょっと涙が出てきそうになったんですけれども、善逸くん、伊之助、それから牛さんと鱗滝さん、煉獄さんに天元様、もう本当にもう感動でした。ちょこちょこカットされているシーンもあったので、いやー見れるかな見れないかなと思ってたんですけれども、カットされずに、しかもなんかすごいドラマティックな感じで描いてくださって胸熱でした。煉獄さんも少ししか見えてないんです、羽織しか見えてないんですけれども、そのお姿を見れただけで私はもう心がもう満タンになってしまって、いやー感動しました。そして牛さんを久々にブラウン管で、ブラウン管って言ったらもうあれか、なんていうの、テレビのモニターで見れて、嬉しいやらもう感動するやらで本当に良かったです。それからあれですよね、手のシーン、なんであの手だけでもう感動しちゃうんでしょうね。煉獄さんの手、あの美しい手というか爪めっちゃ綺麗かったですね。ネイルしてるのっていうぐらい本当に美しい手で、あの大好きな手をアップで見れて、もう私は感動しておりました。もう美しかったですよね。もうみんなの手がもうまるで私の背中に皆さんの手があるかのように、こうテレビを見ながら確実に私の背中にみんなの手が置いてある、添えられてあると思いながら見ておりました。もう気持ちは炭治郎ですよね。はい、いやーもう言葉が出ません。もう素晴らしかったです。そしてあのバトルシーン、より一さんと重なるシーンすごかったですね。もう炭治郎の後ろにより一さんがいて、それだけでも感動するのに、その後により一さんのアップまでくださって、もうやばかったです。そして炭治郎切った後もかっこよかったですね。しばらくこう切った余韻を感じていて、炭治郎があんなことしてましたと思って、でコミックだとなんか結構首を切った3体も切ったからってちょっとね慌ててるように私は見えてたんです。コミックを読んだ時はなんか4体目は どうなったんだろうみたいな感じで、だけどすっごい冷静で、アニメだとなんかもうめちゃめちゃ大人な戦いをしてましたよね。すごく落ち着いていて感動しました。それから玄弥くんですよね。玄弥くんの髪の色が黄色になっていまして、コミックこれですよね、
まさに今コミックは手元にあるんですけど、コミックのこの感じですよね、この黄色い感じ。ちなみに私コスプレをするときに玄也くんのウィッグ、真っ黒バージョンかちょっと黄色入ってるバージョンか悩みましたが、黄色バージョンを買いました。あ、黄色だったかな、黄緑だったかな、ちょっと今見えないんですけれども、そう、色が入ってる方をね選びました。だってかっこいいんですもの。その玄也くんがいよいよアニメで見れて、もうちょっと鬼化している玄也くん、かっこよかったですよね。来週は炭治郎とあんな話をしたりこんな話をしたりするのかなと思ったら、ちょっとドキドキが止まりませんが、うわー、めちゃくちゃ楽しみですね。でいよいよ第5話ということで、うわー、ついに半分ぐらい来ちゃったかなと、おー、思っております。まだかな、まだちょっと半分以下っていう感じなんでしょうかね。もう来週ぐらいからいよいよ折り返し地点、あー、早いですね、ほんとあっという間ですよね。まあどこまで話が続くのかっていうところも気になりますし、柱稽古まで行くんでしょうか、天音様会議で終わるんでしょうかとかね、いろいろ予想しておりますが、だん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 お話が進むにつれて、もう続きが早く見たいんですけれども、ああ終わっていくのも寂しいとそろそろ思い出してきました。まあちょっとしんみりしちゃいましたが、最後に大正こそこそ話をさせていただいて、今日のお話を終わりにしようと思います。めちゃくちゃ可愛かったですよね、あのみつりちゃんが刀をしまうお話だったんですけれども、はあ、もう最高でした。みつりちゃんのあのペコちゃん舌、最高に可愛かったですよね。さすが私のパーフェクトビーナス、はあ、もう何回も何回も巻き戻してこの後見たいと思います。それから刀をしまうシーンの前にウィンクしてハートがキョンって飛ぶしところも可愛すぎるでしょう。どんだけ私を虜にさせたらいいんですかっていう感じで、めちゃくちゃキュンキュンしちゃいました。というわけで、あんな戦闘シーンがあったりかと思えば、大正こそこそでちょっとほっこりさせていただいたりして、もう見るたび見るたびにもう気持ちが忙しい、心が激しいという感じなんですけれども、今回も第5話たっぷりと楽しませていただきました。はい、私の感想は以上になりますが、皆さんの感想や考察、ぜひぜひコメント欄で教えてください。はい、というわけで、この度皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶーわー。